ティミムン県はアルジェリアの県の一つ。県とはティミムン。国土の中央部、サハラ砂漠に位置する。面積は約6万5千平方キロメートル。人口は約12万人。2015年5月27日、アドラール県北部に設置されたティミムン巡県を前身とする。2019年12月5日、単独の県に昇格した。 アドラール県時代の軍の地図4つの軍と10つの自治体を管轄する。表の番号は右の地図と対応している。ABC、アルジェリア、アドラル、シティポピュレーションで2020年9月15日閲覧。2015ジャーナルオフィシールで LAA、レプュブリークアルジェリエン N29。2020年9月15日閲覧。コンセイユデラネーション。 アダプションジュプロジェットデロイレラティブアエルオーガニゼーションテリトリアルジュペイズアルジェリープレッスサービス2020年9月3日閲覧パブリケーションデラロイポートンラヌーベルオーガニゼーションテリトリアルデールアルジェリーアルジェリープレッスサービス2020年9月15日閲覧ありがとうございます